はい、こんにちは。今回は海外生活の税金と年金の関係について整理していきたいと思います。 あの、私自身ですね、ちょっとグローバル FP というのを目標に、10年ほど前に英語の勉強も始めて、実績としては少ないんですけれども、何件かこう英語で FP のアドバイスをする機会とか、プランニングをする機会というのが今までありました。やはりその中でですね、日本にいたり、それから海外で生活したりと行ったり来たりとかする中で、税金とか年金ですね、特にこの2つが組み合わさった場合などはですね、非常に難しかったり複雑だったりというところがありますので、ちょっと今日はまあ年金 を中心にしながらですねその年金がどういう風に課税されるのかといったようなところをちょっと整理していきたいと思いますはいでは今回の内容ですけれどもまず一つずつですね、えー、日本と主要国につきましてはこの社会保障協定というのが提携と言いますかしておりますので、えー、まあ、そのあたりで 税金とかですね、年金、いろんな配慮がなされていますので、そういった話を紹介していきたいと思います。あと実際に日本の年金を海外で受け取るケース。それから海外の年金を逆に日本で受け取るケース。それと、ちょっと今年ですね、2024年、えー、いろいろと話題にもなってるんですけれども、海外からの遺族年金が相続税の対象になるよといったような話なんかも少ししたいと思います。またですね、これから 今若い方がですね、やっぱり、例えば、商社に勤めてて、これから海外に派遣される可能性があるとかですね、えー、まあ、多くの方が結構海外志向を持ってたりしますので、いつかこう海外で仕事をしてみたいとか、そういうケースに年金ってどうなるのというところもですね、あの本当に基本的な内容であるんですけれども、お伝えしていきたいなと思います。はい。では、まず社会保障協定についてですけれども、これは大きくですね、ポイントが2つです。 二重加入の防止というのと、それから年金加入期間の通算ということですね。それぞれ見ていきたいと思いますが、ここに。 日本年金機構ホームページから引用しておりますけど、こういったドイツとかイギリスとか韓国、フランスとかですね、もろもろアメリカですね。それから私があのスカイプで英会話をしているのがフィリピンなんですけど、フィリピンの先生と英会話してるんですが、フィリピンとかもですね、該当しているといったところで、まあ、こういう国々とは、まあ、こういう協定を結んでいる、いわゆる協定国という位置づけになるということですね。ですので今回はちょっとこの協定国との話が中心となります。 で、例えば保険料の二重負担を防止するということで、そうですね、日本からアメリカにですね、例えば日本の大手企業に勤めてて、派遣された場合ですね、日本の 会社からお給料をもらって、厚生年金とかが引かれて、なおかつ現地、アメリカでもまた、はい、保険料を払うとかっていう格好になってしまいますと、二重,か二重の加入にな,なりますので、こういう場合はですね、えー、適用調整しますよといったようなのが、えー、協定国と行われていると。で、この適用調整ですけれども、例えばですね、5年を超えるかどうかということで、派遣期間が5年を超えないのであればですね、現地、えー、このケース言うとアメリカの社会保険料を払わなくていいよと。 免除しますよとだから年金もそうですね、日本のみでいいですよと。一方、5年を超える場合はですね、ちゃんと今度はアメリカのみの制度に加入してくださいと言ったように、えー、まあ両方一気に加入しなくていいような配慮がなされています。で、それからもう一つですね、年金受給資格を確保するために、この年金加入期間の通算というのが行われます。 ですので、例えばずっと日本にいればですね、日本で何十年と年金加入することになるんですけれども、いくつか行ったり来たりするとですね、それぞれの国の加入期間が短くなります。ちゃんとルール上ですね、どの国でもきちんと加入してたんだけれども、一つの国ごとに見てみるとですね、加入期間が短くなって、受給できないという可能性があるんですね。ちょっと詳しく見ていきますと、どういうことかというとですね、これちょっと主要国の年金制度なんですが、この後もお伝えしますが、例えば日本の場合は、 年金を受給するためには、最低加入期間というのが10年必要です。実際に払った期間とかですね、免除した期間とか、いわゆる任意,任意加入期間、から期間ですね。これも海外に行ってる期間とかが入るんですけれども、こういった期間全部足して10年以上必要だということですね。で、他見てみると、やっぱり10年って多いですかね。で、ドイツも10年ですね。えー、まあ、こういったフランスとかはないようですけれども、こういうふうに受給、 するための最低加入期間というのがありまして、これをちょっと通算して考えてもいいよといったような、えー、協定国との提携がなされているということですね。どういうケースかというと、先ほどちょっと話をしました。私、いろいろと、あの、日々ですね、英会話で縁がありますので、フィリピンのケースを例にとりますと、フィリピンは120ヶ月以上というふうになっています。まあ、つまり、日本と同じ10年以上ということなんですけれども、例えば、20歳からしばらく日本で働いて20年間、 日本の年金制度に加入しましたと。でそこでえ仕事でですね、フィリピンに行きましたと、8年間。で、その後また戻ってきて、日本で12年間働きましたよと。この場合ですね、フィリピンが10年満たさないんですね。でも、この8年間、しっかりフィリピンの年金制度に加入してたら、この分はどうなるのかということです。で、これ、フィリピン、もちろん協定国ですので、えー こういった形になります。日本の年金は当然32年間ありますので、20年と12年ですね、えー、クリアしてますので、65歳以降日本の年金は、まあ、どこにいてもですね、受給することが可能だと。で、フィリピンはですね、8年ということで10年満たさないんですが、この時は受給期間のみですね、年金額というわけじゃなくて、受給期間の判定上、日本での加入期間も合算するよと。よって、 フィリピンも10年以上加入してたと、日本での加入期間も含めてですね、10年以上クリアするので、フィリピンで加入してた分の年金も受け取ることができるということになります。ただし、あくまで加入期間の計算上ということなので、年金額についてはですね、8年分です。8年分がベースに、まあ、これは国によって、こう、年金額の計算の仕方違いますけれども、8年を 8年間加入してた期間をベースにフィリピンの年金がもらえると。まあ、つまり10年未満だからもらえないよということがですね、ないように、こういったことも、協定国とは、えー、こういう計算ができるということですね。非常に私たちにとっては、あのまあ、海外に行きやすい制度だということになろうかと思います。はい。ではここからですね、日本の年金を海外で受け取るケースですね。私なんかもちょっと、老後は少し海外でを拠点にして、 っていうのもちょっと憧れたりはしますけれども、この場合どうなるかというとですね、日本の年金を、例えば65歳以降、オーストラリアで生活をして受け取りたいなとかっていうことですね。これは、まず一つ、国内銀行で受け取り可能ですと。ちょっと友情銀行以外ですけどね。まあ今、馴染みの、今日本でですね、取引をしている通帳のある国内銀行でそのまま受け取って、 で、あとはもうそれこそですね、ネットとか、今スマホのアプリとかいろんな形で、まあそう、えー、やりとりとかもできますので、そのまま国内銀行で年金を受け取っていくと。まあ、日本で生活するのと同じようにということもできますし、海外銀行に送金することも可能だと。まあ、オーストラリアであれば、オーストラリア銀行に送金することもできます。ただし、通貨はですね、えー、この通貨でお願いしますとかっていうことはできずに、えー、もう指定されているということですね。国によって指定されています。 それから税金上はですね、まあオーストラリアに行ってる場合は、日本から見るとえ、その人は日本に住んでいないということで、非居住者という位置づけになります。非居住者の場合は、日本の税制上ですね、日本から送金されるものはしょ、日本の所得税の対象になるよというのが基本ルールなんですね。 日本に住んでいない非居住者だけれども、例えば日本の会社とか、えー、日本の、まあ、そういった公的機関などから送金されるものについてはですね、日本に住んでいないけれども、その送金分は日本の所得税の対象だよということなんですけれども、ただこれもですね、やっぱりオーストラリアにいながら日本の年金とか受け取って、今度は日本の所得税の対象にもなり、オーストラリアでもどうやら何かオーストラリアの国のルールで税金がかかるとかってなってくると、二重に払うことになりますので、こういう協定 相手国についてはですね、えー、実際は原則はそうなんだけれども、えー、日本の所得税、送金される年金ですね、これは非課税にしますよと。ただ、まあ、今の例でいうと、オーストラリアのルールに従って、オーストラリアので課税されるので、そっちで払ってくださいと。つまり、二重で課税されるようなことはないですよというふうになります。はい。 ちなみに、先ほどお伝えした海外銀行への送金も可能ということなんですけれども、こういった日本年金機構ホームページにですね、もう表示されてるんですが、例えばオーストラリアの場合でしたら、まあ、オーストラリアドルということなんで、まあ、これは特に不便しなさそうですけれども、まあ、ドイツの場合だったらユーロとかですね、だからドイツにいたらユーロで振り込まれると。 いうことになりますし。なんか面白いのが、イランの場合は日本円とかですね。ミャンマーもそうですかね。ミャンマーの場合は日本円で振り込まれたりということで、いやー、ベドルで振り込んでくださいみたいなことが、ちょっと今の段階ではできないようです。はい。こういった形になってるということですね。 で、それからじゃあ海外で受け取る場合ですね、手続きはどうするのかということで、これ日本年金機構のホームページから書類とかがありますので、例えばこの後海外に出ていくと転出するとかっていう場合はですね、こういう書類を出せばいいということになります。で、やっぱり、 通貨が指定できないので、ここドルとかユーロとか書くところがないですよね。もう通貨があらかじめ決まってるということ。ですので、現地の住所であるとか、えー、そういった名前とか青年月日を書いて、あとは SWIFT コードというのを書く必要があります。この SWIFT コードというのはですね、こちらで紹介していますけれども、まあ、この略ですね、Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication ということなので、まあ、あの、国際銀行間の 通信協会、これの略ですかね、国際機関、国同士での銀行システムで、システムのお金のやり取りとかで、それぞれの銀行を識別するためのコードだよということなので、これはあのインターネットで簡単に検索できると思います。私もいくつかやってみたんですけれども、簡単に検索できますので、それでえー調べて、ご自身がまあ海外の銀行で受け取りたいのであればですね、そのスイフト t コードを書くということが求められます。 はい。あと先ほどお伝えしましたように、協定相手国の場合、日本の所得税は非課税なんですけれども、ただいろいろ調べてるとですね、先ほど言ったようにフランスの場合はそれでいいんですね。えー、フランスで課税されて、日本では非課税ですよと。ただ、カナダはですね、日本とカナダでは、租税条約を締結してるんだけれども、 いわゆる協定国の一つなんですけれども、年金に関する条項がないそうなんですね。よって、それぞれの国で支払われる年金について、その支払い国の租税法により課税されますということなので、えこの場合は、えー、日本の年金、まあ、カナダにいて受け取る日本の年金は日本のルールに従って、でカナダの年金はカナ,ダカナダのルールに従ってという格好になりそうです。 すいません。ちょっとこの辺り私も細かいことがですね、カナダとか行ったことはなくて、ちょっと情報を持っていないんですけれども、あの、 国によってちょっとそのあたりですね、必ず非課税で現地で払えばいいやというだけではなさそうなので、そういったところは皆さんがあの海外生活する国のところでちょっと調べていただく必要もあるかもしれません。ということで、ちょっと参考程度にしていただければと思います。で、この租税条約に関する届出書というのですね、えー、つまり日本では非課税にするよと、も現地だけでいいですよとかっていうためにはこの届出書を出す必要がありますけれども、これも記入欄はそんなに面倒くさくなさそうですので、こちらもですね、 金機構のホームページをご確認ください。 はい。では、今度は逆に、海外の年金を日本で受け取るケースですね。海外の年金、まあ、若い頃海外で働いてたとか、さっきのようにフィリピンで30代、40代働いてたとかですね、そういうのを将来日本に戻ってきて受け取る場合、こういったケースを想定して話をしていきたいと思いますが、これもですね、えー、実は今、あの、協定国に関しては、もともとは、それぞれの国に申請しないといけなかったんですが、協定国に関してはですね、えー、日本で、日本の年金事務所とか、 年金相談センターとかでも、協定相手国の年金申請書を提出することが可能ということなので、非常に便利になっているかと思います。つまり、海外で働いてても、日本で受け取るということは、まあ、今現在日本にいるわけですよね。そういったことが想定されますので、まあ、日本国内で年金事務所とかに行っていただくとですね、おおむね、こう、手続きが完了するんじゃないかといったところですので、これは私たちにとって利便性が非常に高まっていると思います。 で、あの、国によってですね、受け取り回数とかが、通貨が異なります。で、ドイツの例を載せていますが、ドイツの場合は毎月1回振り込まれるそうです。日本にいてですね、ドイツで頑張ってた分、働いてた分の年金が毎月1回振り込まれると。で、この場合は、 えー、ドイツの場合ですね、日本円による振り込みもできるし、ユーロでもいいし、なんか米ドルも選べるとか、小切手も大丈夫とかですね、これも国によってルールが違いますので、それぞれ年金機構のホームページに載っていますので、調べてみられるといいかと思います。あの、多くの国が毎月1回の振り込み対応をしてくれるようです。 あとはですね、例えば働いた期間が短いようなケースとかって、ね、短い期間でありながら、まあ、あの、加入していたと、もういろんな、例えば自営業の方とかですね、考えられるんですけれども、こういう場合、脱退一時金とか還付金とかがですね、えー、まあ、そうですね。あとは5年超現地に派遣されるつもりだったんだけれども、えー、数年間短い期間で帰ってきたとかっていう場合も該当するんですかね。 ちょっとこのあたりも詳しくは私もですね、どういうケースが該当するかわかりかねますが、ちょっとまあ結果的に短い期間だけしか加入しなかった。だけど、えー、いくらかその期間保険料を払ってるという場合はですね、国によってはもうその段階で、出国する段階で、脱った一時金とか、還付ですね、払った分に対して一定額を還付するよという制度を持っている場合もありますので、こういうのもちょっと、あのー、海外に行かれた方はですね、こういう制度がないかどうかということも出国前に確認してお えー、置かかれるとといいかと思い思ます、はい、なお、海外の年金を日本で受け取った場合、ですねこの場合は、やはり協定相手国との租税条約との関係で、日本で今度は、まあ、さっきの真逆ですね、日本で課税対象となり、相手国では非課税になります。 なんか二重で課税されたりしないようにということですので、まあ、つまり日本で年金を受け取る限りはですね、まあ、ちょっとざっくり言うと日本の年金をもらうのとほぼルールは同じだということです。ですのでこういった確定申告書のところにも、 作成コーナーにもですね、海外から年金がある場合と、海外から年金収入がある場合ということで、えー、公的年金等の入力で雑所得ということで、もう日本の年金と同じ扱いになっていますので、そんなに複雑ではないと思います。ただ、為替レートの関係がありますので、えー、どうやらです毎月支払いを受けた時の TTM で、 ttb とか tts じゃなくてですね、つまりミドルの ttm で円換算してということなので、まあ、あの、ちょっとそのあたりはですね、手間がかかるかもしれませんが、毎月毎月、えー、受け取ってる場合のその時のレートなんかもチェックしておかれると、確定申告などが、あのー、スムーズに進んでいくんじゃないかなと思います。はい。ちなみに、えー 雑所得ですね。公的年金等に係る雑所得という扱いに、海外から受け取った年金も、日本でですね、受け取った場合は、海外の年金も雑所得ということで、日本国内の年金と同じような扱いになります。で、この場合、公的年金等控除という定めがありますので、例えば、えーまあ、このケースが多いと思いますが、公的年金等の以外ですね。以外が1000万以下で、65歳以上の場合は、少なくとも110万までは、 工場とかありますし、それ以外にも基礎控除とかがあるので、こはあまりですね、日本の年金と海外の年金を足して、かなりの金額がない限りは、そんなに課税の心配はしなくていいかなとかですね。まあ、あの詳しくはこちらの動画でも解説しています。雑所得、公的年金が課税される仕組みなども紹介していますので、概要欄からよかったらご確認いただければと思います。 なお、ですね雑所得に該当するのは日本の老齢年金のみならず、いでことか、いわゆる確定拠出年金とかを年金形式で受け取った場合なども該当しますので、それらを全部合わせて公的年金等による雑所得という扱いになります。はい、ではいで 一つですね、今少し2024年にも話題にもなってるんですけども、海外からの遺族年金がですね、相続税の対象になるということで、これはどういうことかということなんですけど、ちょっと注意していただければと思います。海外で年金加入き。 歴がある方はですね、注意していただきたいんですけれども、まず日本の年金制度をお伝えすると、基本的に遺族年金や障害年金はこれ非課税です。先ほど紹介した動画でもお伝えするんですけれども、非課税です。で、会社からもらえる死亡退職金ですね、退職手当のようなものとかっていうのは、みなし相続財産ということで、相続財産の対象になるんですが、500万かける法定相続人の数の分だけ非課税になる。 つまり、相続人が3人いればですね、1500万までは実質非課税ですよとか。あとは、ちょっと細かい話ですけど、未支給年金ですかね。これは、例えば日本の場合は偶数月に年金受け取るんですけれども、まあ、その、ピタッと年金を受け取って亡くなる方って基本的にはあまりいなくて、ちょっとこう、 例えば、奇数月に亡くなったりとかすると、1ヶ月分もらってないとかですね、2ヶ月分もうすぐもらおうかと思うタイミングで亡くなったとかっていう、こういういわゆる未支給の年金については、遺族が受け取るとですね、遺族の所得税の対象になります。一時所得。 まあ、ただこれはそんなに大きな金額ではないからですね。あ、すいません。大きな金額ではないので、そんなに、えー、まあ、心配する必要はないかなというところですけれども、まあ、ちょっと話を戻しますと、遺族年金はですね、日本の場合非課税だったり、あるいはまあ、死亡退職金とかも一定の非課税枠があったりということなんですけれども、これがですね、ちょっと話題になっているのが、海外の年金制度に加入してて、例えば、海外の 会社でバリバリ働いてたご主人がですね、どこかでのタイミングで亡くなって、で、奥様が日本にいて、海外の制度から遺族年金を受け取るとかっていうケースですかね。この場合はですね、日本と同じように非課税ではなくて、遺族年金の受給権を、遺族年金を受給する権利を奥様は取得しましたよね、ということで、相続税の対象として計算すると。 で、えー、遺族年金の額、年額に、奥様があと何年、平均余命ですかね、まあ、あと何年ぐらい生きるかとかっていうことでですね、受給権の評価額を出して、それを相続財産として、相続税をまあ納めてくださいと、まあ、こういう扱いになるということでですね、まあ、今現在どうやら、 これはちょっと下せないということで、該当している方が、どうやらこう訴訟を起こしているということらしいんですけれども、ちょっとあの、今の税制からするとですね、海外からの遺族年金は、この相続税の対象になって、かなりまあ高額な、えー、まあ他の財産にもよりますけどね、かなり高額な相続税を負担するという可能性もありますので、ちょっとこういった点は、あらかじめご注意ください。 はい。では最後にですね、現役時代に今若い方がですね、これから海外に行きたいなぁと思っているようなケースをちょっと紹介しますと、原則現地の年金制度に加入することになるんですが、先ほどお伝えしたように協定国の場合はですね、えー、5年以内であれば現地での加入が免除になります。これはまあ会社員だとか自営業も同じような形ですかね。でこれ自営業の場合ですね、えーどまあ、フリーランスとしてドイツに行くよと。 でももうそもそも3年だよとかっていうことが分かっていれば、こういう届けで申請書を出すとですね、えー、まあドイツでの年金制度に加入しなくていいと、免除になるよと。とだからちょっとここ見ていただいたら分かるんですけど、60月以内かどうかみたいなところをチェックする欄とかがありますので、こういうのもちょっとあらかじめですね、自分で調べて、まあそこを前に提出とかされておくといいかと思います。 で、渡航した後、じゃあ日本の年金はどうなるのかということですけれども、特に自営業の方とかはですね、これは、あの、任意期間というような扱いになりますので、まあ、将来、日本の年金もしっかりもらいたいなということであれば、引き続き日本の年金払うこともできますし、で、もちろん日本に住んでいないので、払わなくてもいいよということですね。で、先ほどの10年というところにはカウントされる期間にはなります。 このあたりはまた別の年金関係の動画とかでもお伝えしていますので、まあ、いわゆる空期間、任意期間という扱いになるんだというふうに捉えておいてください。で、ちょっと面白かったのが、オーストラリアはですね、年金制度がいわゆる会社員の、日本でいう厚生年金のとこしかないということですね。国民年金がないので、なので、自営業者がですね、仮にオーストラリアに行っても、二重加入とならないんですよね。自営業ですので。ですので、えー、まあ、 適用調整の不要ということで申請書もいらないですよという格好になります。ですので、そうですね。まあ、オーストラリアで年金に加入することがないからということですかね。自営業の場合はですね。ですので、まあ、これもやっぱり国によって、えー、あとは、まあ、皆さんが自営業として海外に行くのかとか、会社員として派遣されるのかによってちょっと違いますけれども、まあ、ちょっとこういったところもぜひ参考にしていただければと思います。はい。 ではですね、あの、ちょっと実際私、正直なところは、あの、このあたりっていうのは関わったことがほとんどありませんので、年金機構のホームページとか、国税庁のホームページとか、いろいろですね、あの、ま、信頼できる情報ソースから調べたものをまとめておりますので、えよかったら、 この場合どうなるのとかって質問とか感想とかですね。あるいは、あの、本当に海外での生活が経験がある方とかですね。私はこうなっているよとか、そういうことをですね、コメントしていただけますと非常に嬉しいですし、またそれらを踏まえてですね、また別の動画とかも作成して、えー、有益な情報をお伝えできればなと思っております。なお、あの、すでに何本か日本の社会保険とかですね、そういった制度を紹介している、英語で紹介している動画をアップしておりますけれども、この動画についても英語版をアップできる ければなと思っておりますので、例えばそうですね、えー、まあ、外,外国人のお友達がいて、えー、将来日本で住むよとかそういう方とかといったら、まあ、こういった動画もぜひ共有していただきたいなと思っております。はい、ということでまたあの今後もこういった動画アップしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。